皆さんこんばんは、オシャンです。今日はですね、我が家の45センチ水槽の、上の部分ですね、幅45センチの奥行きがだいたい15センチぐらいですかね、の小さなね水槽がこんな感じですね、ついてるんですが、ちょっとそちらの映像をね皆さんにちょっとお届けしようかなと思います。ね、ちょうどブラックスクリーン、水槽の、ね、背面に黒いボードを入れたのでちょっと見えやすくはなっていると思うんですが、こちらですね、見たかな、地エビですね、ちっちゃいエビが、何匹か今の水草の下の方にもありますけれども、新しく生まれたものがね順調に成長しております。大人の個体と比較しても分かるかと思いますが、一応ね、一回ね、生まれたんですけれども、その時はねちょっと水質の関係とかもあって、なかなか定着しなかったかなと思うんですが、今ね改めて見ると多分また別で生まれた個体なのかなと思うんですが、これに関してはうまくね成長しているのかなと思います。下のね大きな45センチ水槽の方では、小さいね、チエビはあんまり見られないんですけれども、上の方は、順調に成長しておりますね。おそらくね下のね45センチ水槽っていうのは一応ねこんな感じになってるんですが、魚がねいますので、ジュグッピーとクチボソとタナゴといるので、結構ねエビにちょっかい出したりするのでストレスになったりね食べられたりしてしまうんですが、上の部分はですねこの南沼エビとカバクチカノコガイ、それからガサガサでね取ってきました淡水用のそのマシジミですかねを入れてるだけですので、一応ね魚に危害を加えられることがないというので、非常にまあエビとしてはゆったり過ごせるのかなと思いますね。一応南沼エビの繁殖といいますか、まあ成長に関しては上の方が落ち着いてできているので、一応まあ成功かなというところですね。だいぶちっちゃいですね、まだ5ミリぐらいですかね。ちょっとね水草の裏とかに隠れてしまっているので、何匹かまではちょっとわからないんですが、一応ねうまいこと成長しているのではないかなと思います。あとですねガサガサで取ってきたマシジミを入れてからですね、水質がですね非常に綺麗にクリアになりましたね。今まで結構苔がね出てたんですけれども、この下の方に、ね、水の余分なね栄養分がマシジミによってこうろ過されている状態になるので非常にクリアになりまして、それによってですね苔がね生えることがねなくなりましたね。あと南沼エビとかねカバクチカノコガイが食べてるっていうのもあるんですけれども、取りきれない部分、水質に放出されてしまってる部分とか濁りになるのは全てマシジミが解消してくれてるのかなと思いますね。で下の方にですね一応ね溶岩の砕いたやつを引いてるので砂に埋もれるってことはないんですけれども、半分ぐらいね埋もれてますね。一応こんな感じで、まあマシジミ入れるんだったらもうちょっと砂地の方がいいんだろうなと思うんですが、ちょっとまあ今後ねそれも考えつつレイアウトをしていきたいなと思いますね。ですね、こんな感じでもうね水替えもの頻度もちょっとサボっても大丈夫なくらいになりましたね。非常にクリアになったのでかなり綺麗になりました。もう奥のパイプもねかなり綺麗になったんですけど、これもエビちゃんが食べてくれてるって感じですね。じゃあですね、まあ、こんな感じで今日の、我が家の水槽の紹介となりました。一応ね、今後もエビがね、成長をね、ちょっと見守っていきたいなと思いますので、何か変化があり次第、皆さんにお見せしたいなと思います。それではですね、今日の動画はこの辺で失礼いたします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。
それではさよなら。